SCP-990 の予言を表した絵画。アイテム番号 SCP-990。オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコル現在、SCP-990 を封じ込める方法は見つかっておりません。SCP-990 の封じ込め方を思いついた職員は博士に報告してください。誰でもどんな提案でも歓迎します。説明 SCP-990 は通常、冷戦時代のビジネススーツを着た成人男性の見た目をしていて財団職員の夢を通じて現れます。これまで財団職員は SCP-990 と現実世界で接触できていません。もし彼が実在する人物だとしても、我々はまだ彼を見つけていません。現在、財団職員以外の人物の夢に SCP-990 が現れたとの報告は上がっていません。SCP-990 は、削除済み、から財団職員の夢に登場し始めています。数人のエージェントが似たような夢を見たことについて議論したことから SCP-990 の存在が注目されました。多くの他のエージェントも、SCP-990 の特徴に一致する人物の夢を見たことを報告しました。事案、990-7が発生するまで、この現象は正式に SCP に分類されていませんでした。事案記録990-7。エージェントは勤務時間までに出勤しなかった。代わりに自身の部屋で寝ているところを発見された。何をしても起きることはなく約18時間眠り続けた。医療隔離室へと搬送された。40時間の睡眠後、非常に動揺した状態でエージェントは起床した。報告によるとエージェントは、世界の終わりだ、と大声で叫び施設を走り回った。強い鎮静剤を打たれた後も、エージェントの全ての身体機能は危険なほど加速した状態にあった、心拍数の増加、高血圧など。エージェントは SCP-990 の特徴と一致する男性を証言した。博士の報告によると、エージェントは中央ヨーロッパと東アジアに戦術核ミサイルが撃ち込まれ、最終的には人類の 98% が死に絶え、人間社会が崩壊する様子を事細かに説明した。エージェントはこの情報は夢に囚われていた間に SCP-990 が教えてくれたものだと主張した。きっかけとなり得る脅威を根絶するために機動部隊が派遣された。部隊は対処に成功し危機は避けられた。しかし、エージェントは心労に耐えきれず、ショック死のような症状で死亡した。事案990-7以降、SCP-990 は多くの財団職員の夢に現れ、同様の脅威を発生させています。まだ事案990-7と同規模の事案は発生していません。しかし SCP-990 は、博士の死亡や、監視室イプシロン38の崩壊、そして、削除済み、を予知しています。規模の大きさに関わらず SCP-990 が予言する脅威は全て財団当局に報告してください。SCP-990 が夢の中に現れた場合、財団職員は自由に SCP-990 と会話を行い、SCP-990 自身に関する情報を集めることが奨励されています。加えて、SCP-990 が現実世界に存在するものなのか否か判明できた者には博士から多くの報酬が与えられます。文書990-2。以下は博士が SCP-990 に対して行ったインタビューです。博士が起床するまでこのインタビューは記録されていませんが、彼の記憶は非常に正確なため信頼性があります。博士あなたの名前は ?SCP-990 君は私に質問しに来たのかな博士その通り、問題ないかな ?SCP-990 そうか、では楽しもうか。博士あなたの名前を教えてくれ。SCP-990 トニーなんてのはどうだい博士トニー、あなたの名前はトニーというのか ?SCP-990 人には自分が呼ばれたい名前を名乗る権利があると思うよ。博士よくわかった、トニーと呼ぼう。SCP-990 気が変わった。リチャードはどうかな
士私は良いと思う。SCP-990 リチャードにしよう。それで次の質問は何かな？博士なぜあなたは財団職員に脅威を与えるんだ？ SCP-990 脅威誰が脅威を与えてるんだ？博士あなたは世界の崩壊を含む財団が関係する多くの不吉なことを予言してきた。SCP-990 それで実際に何らかの害があったのかい？博士あなたはエージェントを殺している。SCP-990 長い沈黙後、博士、君は私のことを誤解しているよ。博士誤解？ SCP-990 私はここでは悪い人間じゃない。博士、悪い人間がいるとは知らなかったな。SCP-990 それがいるのさ。博士誰だ？ SCP-990 また長い沈黙後、SCP。博士その故障の SCP は今いないし、しばらくはいないだろう。SCP-990 ああ、もちろんいない。彼女はまだ生まれてすらないからね、まして君の財団が獲得しているわけがない。博士それはまた別の予言か？ SCP-990 君の目覚まし時計の音だね。この時博士は時計のアラームに起こされ、すぐにインタビューについて書き起こしました。